中国ゼロコロナ緩和の実態は突然すぎる全面撤退、国民に広がる不安。新型コロナの感染予防のためこれまで強固な規制を敷いてきた中国。しかし若者たちの抗議デモが全国に広がったことを受け、突然新型コロナ感染予防コントロール措置をさらに改善することに関する通知、新10条を発表した。 PCR 検査場が一夜にして消える、スマホアプリによる行動規制がなくなるなど、規制緩和というよりは行政が突然姿を隠してしまった形となり、国民の間には動揺と混乱、そしてオミクロン株による感染が急速に広がっている。北京のスーパーでは桃の缶詰が売り切れるという不思議な事態も起きている。フリーライター古舞よし子。一夜にして中国政府の新型コロナ対策措置政策が激変した。12月7日、中国国務院、内閣に相当、直轄の共同防疫対策本部が全国の新型コロナウイルス対策措置の緩和を盛り込んだ新10条を発表してから1週間余り。この2年以上、1日から2日ごとに義務付けられていた PCR 検査や、どこに行くにも必須だった健康コードの提示の廃止が次々と進んだ。それとほぼ同時に今度は各地から要領要請になったという声が相次いで上がり始めた。香港市サウスチャイナモーニングポストは一夜にして一転して現地政府が感染者数ゼロと報告した河北省保定市で罹患したと自己申告する人たちがたくさん存在していると報道。また彼ら自身がそれぞれ身辺に他の感染者がいるのを確認しており、明らかに政府発表のデータが現状と合致しなくなっていると伝えている。住民は未だに閉店中の商店やずっと届かないままの宅配に不安な思いを抱えながらできるだけ自宅から出ずに過ごしており、今回の緩和措置が措置解禁へのロードマップが記されてないことで人々に大きな不安をもたらしていると述べている。手のひら返しで街は大混乱、急速に感染者が増えている。首都北京で暮らす筆者の知り合いもこのところ次々に、いや立て続けに自身や家族、同僚が感染したと言い始めている。ネットでも自身の SNS アカウントで感染を報告する例が続き、中国に関わりを持つ海外在住者たちが複数、中国の知り合いの間で感染が急速に広がっている感じだとつぶやいていた。これまで何度か感染拡大を繰り返してきた過去3年間を振り返っても、ここまで頻繁に身近な人たちから陽性報告を受けた記憶はない。もちろん厳しい対策措置下にあったときは、誰かが SNS で感染を報告しようものなら、すぐに実名ネット利用制度によって居場所が割り出され、政府が準備した隔離施設に有無を言わず送り込まれる可能性があった。そしてすでに多くの経験者の証言から、その隔離施設とはきちんとした医療設備が整えられ、治療目的とした施設ではなく、各地の政府がデータ的に社会面感染者ゼロを宣言するためのツールでしかないことが明らかになっていた。行政が感染者を市内から連れ出して隔離施設に放り込むことで、一般的な社会で流通する感染ケースを排除することを目的とした施設だったのだ。だからたとえ発熱したり突然の筋肉痛を覚えたり、あるいは検査キットで感染を確認しても、できるだけ声を上げずに周囲に知らせずに過ごそうとした人も少なくなかった。それが新10条で無症状患者及び軽症者は自宅での隔離を認めるという一文が盛り込まれ、それを受けて政府の御用専門家たちが次々とオミクロン株の致死率はインフルエンザ以下だと幾同音に自宅での療養を進めるようになったおかげで、人々も自分の感染をためらわず周囲に告知できるようになったという一面がある。だがその手のひら返しが害虫に恐慌を引き起こした。あちこちに存在しすでに日常の一部になっていた PCR 検査場のほとんどが突然閉鎖された結果、市中にどれだけ感染者や自宅自主隔離者がいるのかも把握できなくなった。どこに感染者がいるかもわからなくなり、自身や家族の感染の不安に怯える人たちが薬局に殺到し、抗原検査キットや当局が感染治療に効くと宣伝するものの、実際の臨床検査結果は公開されていない、
中薬製剤はあっという間に売り切れてしまった。病院の発熱外来は長蛇の列。人々は自宅で息を潜めて暮らす日々。PCR 検査場は病院などの医療機関に制限されてしまった結果、その検査にやってくる人たちで発熱外来は長蛇の列となる一方で、かなりの数の人たちが自宅で息を潜めて過ごすようになった。実際、要領宣言をした筆者の友人たちもほぼ全員がそんな感じで過ごしている。つまり突然の措置緩和によって文字通りデータ化されないまま感染が爆発的に広がっているようなのだ。ある北京在住の元メディア関係者の友人とチャットしているときに、感染者が増えたのは PCR 検査が中止されたためだろうかと尋ねてみた。すると彼は言った。いや、多分新十条で PCR 検査が中止される以前に感染はすでに手に負えないほど広がっていたんじゃないかと疑っている。だって拡大するのが早すぎるよ。もちろんこれは根拠となるデータはなく、北京で暮らす彼の体感による推測でしかないのだが、新十条が発表されたのは11月末に世界をあっと言わせたいわゆる白紙運動の結果だったのは間違いない。新疆ウイグル自治区で起きたマンションの火災で長期化し、すでに硬直していたコロナ対策措置が邪魔して救援活動が進まず、10人もの死者を出したことで、もうたくさんだと若者たちが立ち上がって街角で叫んだ。ウイグル自治区で起きたその行動は急速に各地で同調者を立ち上がらせ、南京、上海、北京、成都と拡散しただけではなく、そこから中国共産党や習近平を名指しで批判する声、さらには自由を、民主をという要求が上がったことはすでにご存知であろう。参考、抗議デモ、段ボール剣と散歩、撃つ。青春をゼロコロナ政策で封じ込まれた中国の大学生。筆者にとってはそれが激しい暴力的な鎮圧行動へと発展しなかったこともまたある意味驚きだった。そこには明らかに突然各地に飛び火した抗議活動に対する行政側の施策があった。ただその一方で各地の活動の中心人物と見られた人は人知れず拘束されており、今も家族がどこにいるのかわからないと SNS で訴え、心ある人たちがその安否を気遣っていることは特筆しておく。あの国で行動を起こすにはまだまだリスクが伴うにもかかわらず、そしてそのことを知らないわけでもないのに、立ち上がった若者たちの勇気に静かにエールを送る人たちもまた少なくない。試作したはずの政府は表面上は抗議の声に応えたかのように措置の緩和を決め、新十条を発表した。だが実際に出現したのは行政の突然の全面撤退だったのである。3年の間 PCR 検査を繰り返し、そしてそこから受け取る緑色の健康カードでルール付けられた生活にすっかり慣らされた人たちは、一夜のうちに消え去った PCR 検査場を前に呆然。さらに地下鉄やバスなどの公共の場でもコードの提示が不必要になったことに不安を覚えた。そして前述した薬局では爆買いどころか、手当たり次第に解熱剤、風邪薬、頭痛薬などを買い占めたのである。北京では着物の缶詰が売り切れて店から姿を消す事態に。買い占め関連の話題で注目を集めたのが、北京で着物の缶詰が売り切れ状態になったことだった。スーパーのカットフルーツ缶詰の棚に並ぶ商品のうち、なぜか着物の棚だけがどこも空っぽになっているというのである。職員は着物缶詰の売り切れに落胆を隠せない客に対して、ミックスフルーツはいかが、ミックスフルーツにもカットキモモが入っていますよと声をかけたという。もちろんキモモが特に風邪に効く、さらには新型コロナに効くという話は聞いたことがない。キモモ缶詰売り切れムードに煽られてスーパーに行った誰もが空になった商品棚を前に首をひねっていた時に、ネットの書き込みがその答えをくれた。きっかけとなったのは、中国東北地方のあるスーパーがキモモの缶詰の売り出しに桃でコロナから逃げるというキャッチコピーをつけたところ飛ぶように売れたことだったという。